サーロア族は、台湾原住民の一つ。ラーロア族とも呼ばれる。サーロア族という名称は、スナーロア族、ラーロア族という名称は、ヘシャゲアロア族と漢字で表記される。現在、台湾政府の原住民族委員会は公式的で、公的な民族名として、ヘシャゲアロア族と定めている。サーロア族は主に、高市桃源区にある高中里と、 東源里及びな目なつくにあるメミアビ里に分布し、独自の言語のサーロア語や文化や慣習など有数。以前はツ族とみなされて、北ツ族のツ族と南ツ族のサーロア族とカナカナブ族に分され、このうちの南ツ族と呼ばれていたのがサーロア族もカナカナブ族もそれぞれに2014年に独立した台湾原住民族として台湾政府に認定された。 昔、サーロア族は敗戦者、美者、灯籠者、仮寺者の大きく四つの集落に分かれていた。それに隣にある大竹者、勝利者、防護坊者とナスバツ者、この四つの集落に居住していた平イ保族、大イボアン族の四社塾番に対し、四社成番という呼ばれ方をしていた。また、山の下にあるルカイ族の森、万山、王の治む、 この三つ集落の、下三社番に対し、頂き四社と、上四社番という故障もあった。登録車のサーロア族は、交通が不便なため、廃線車に移住して合併した。現在のサーロア族の四集落の分布、1、廃線車、高尾市桃源区高中里の総水部落、高中部落である。2、美車、高尾市桃源区高中里のミラン部落である。 三、仮寺社、高雄市桃源区桃源里の四社部落である。四、なじかわら社、高雄市なめなつくのめみやび部落である。近代、美社のサーロア族が移住してきたケースである。日本統治時代の1930年代より、台湾総督府は、部ヌン族の集団移住政策を推し進め、この地域にも、断続的に部ヌン族の移入が続いた。ヌン族と婚姻関係を結び、 言葉も人口の多いブヌン語になり、サーロア族は一度ブヌン族化の危機にさらされるようになった。2021年ミランブラクの聖会祭り、祭司はお酒で聖なる貝を洗っている。聖会祭りはサーロア族特有の祭儀であり、第二次世界大戦後は1951年に一回しか行わなかった。1九十三年にまた復活したが、時代に合わせて、 式次第は変化した。本来は2年あるいは3年に一度、農産物を収穫後に行われる祭りだった。現在では、伝統や精神を忘れないよう、毎年2月下旬、または3月上旬に行われるようになった。昔、祭りの期間は、各部落は6日間連続していったが、現在はほぼ1日だけになり、濃縮されている。最上と日程は2つある。 ついたちめは、桃源佐と四社部落祭場で、仮寺社の聖会祭りを先に行ってから、二日目は、高中佐とミラン部落祭場で、美社と敗戦社の聖会祭りを続いて行う。サーロア族にとって、最大の宗教儀式である。昔々、サーロア族の祖先は東方にある、ラサンガと呼ばれる土地に、コベルーアと呼ばれる小人族と一緒に暮らしていた。小人族コベルアは、 サーロア族にいろいろな知識を伝授してくれる存在であり、両者は仲良く暮らしていた。だが、サーロア族の人口が増加するにつれ、小人族の生活の妨げになってはいけないとの考えから、サーロア族はやむを得ず、東方の地を離れることにした。小人族は別れを惜しみ、自らが大切にしていた聖なる会をサーロア族に授けた。十二個ある聖なる貝には、 それぞれ別々の神様が宿るとされ、サーロア族を守る会に感謝の気持ちを込め、開催する祭りは正解祭りである。通常は、陶木が保管し、小さな水亀の中に安置し、家の後ろの土中に埋めている。不思議なことに、聖なる会は魔術を使い、亀の中から外出し、古地である東方の地に里帰りするという。しかし、正解祭りの10日前、 祭典の準備が始まる時に東木が水亀を調べれば聖なる会はちゃんと戻ってきているという。サーロア族のうち、シャの先祖が最後に東方の地から離れた。そのため、小人族に聖なる会を授けられたのは彼らのみであり、聖なる会はシャのみに伝えられ、祀られていた。敗戦者と仮寺者の者はそれを羨ましがり、こっそり数個の会を盗み、 美車を真似て聖会祭りを開催した。そのため敗戦者と仮自者の聖会祭りでは、公開的に聖なる会を見せない、聖なる会を投げ、拾う儀式もない。かつてある老人は聖会祭りを面倒くさがり、布切れで聖なる会を包んで、川に捨てた。だが聖なる会は流されないばかりか、川の流をも変えてしまった。老人は驚き。 聖なる会への不敬を恥じたということである。伝統的な聖会祭6日間の日程、1日目、マリアララ神様を迎える祭儀、夜明け前、男性陣は集会所に集合する。祭司と助手祭司の二人は集会所の外でソレイに酒を捧げ、神迎えを取り行ってから、集会所の中に戻る。マヤバベヤ党が目明け初祭りがここから始まる。助手祭司は、 酒の亀の蓋を開け、一方、祭子は牛肉を一枚ずつ切る。男性陣は初祭りの歌を唱える。ピタタム関西、祭子は人差し指を酒に浸し、酒の雫を振りまいて、タムユーと呼ばわる。メイリリー祭子肉かつて祭り、祭子は肉を持ち、助手祭子に食べさせるふりをして、自分が肉を食べる。そして、祭子は肉を持ち、 自分が肉を食べるふりをして、助手祭司に食べさせる。これを4回繰り返す。パルクルー男衆肉かつて、肉を配り、男性陣が肉をいただく。ピーアラクンガール囚人で酒飲み、男性陣は順番に、共用のコップで酒を飲む。トゥーマリアザサンガー色を、訴え踊る。司祭は、リーダーとして、皆を引き男性陣は、団結を表すため。 高富士の茎で作った輪を持って、エンジンを組み、踊りながら、パリタベイトバーリーやミアツングスの歌を歌う。祭司は、若い世代に、サーロア族生活圏の地名を教えあげる。先祖代々受け継がれてくれた土地を忘れないようにする、ためである。プアシピヒツケ、いろりに炭火を起こす。マクニクリー、アイユテカキ祈願、木の摩擦熱による、発火法で火種を作り、 豊か漁を祈願する。二日目祭祀と助手祭祀は一世帯ごとに焚き木や油や米など祭りの開催に必要なものを徴収する。ペイパシー・トルラマリース町を刺し殺す祭り、東木家族出身の男の子は集会所の屋根の上に座り、男性は甲富士の茎で作った輪を持って円陣ンンを組み踊りながら歌っている時、東木が男の子を屋根から背負って下げ、 男の子は弓で矢を打って、側にある男性二人は槍でイノシシを刺し殺す。続いて、タルラムラサンガという神様に捧げる歌を歌う。イノシシの頭部を切断し、集会所の中にある大黒柱に釣り、神様に捧げる。ペイパシーとウルラマリースが終了する。女性はそれぞれ持参した竹切れを刺し殺されたイノシシの地に浸した上で竹筒に刺す。これは、 出席を表すもので、ここで女性陣は祭場に入り、祭りへの参加を許される。三日目もスリン特区は聖なる貝を酒に浸す。祭司は聖なる貝を小さな水亀から取り出す。そして、聖なる貝を酒に浸して洗い、その色の変化を観察し、赤色に変化したら貝の神様が酔い、満足しているという。祭司は未婚の少女と共に、 赤い生地に包まれた12個の聖なる貝を投げ出し、男性は一斉に押しかけ、聖なる会を奪い合う。拾えたら幸運が授かるという。未婚の少女は一つ一つの輪を男性に配り、男性は人と人の間に輪を持って繋がり、踊り歌う。続いて女性も加わりみんなで踊り歌う。祭司は赤座の実を持ち、祈ってから一人ずつに配り、頭の上に乗せ、 赤座で、無病息災を願う。四日目女子祭司は、持ち米の飯と酒を祭司に差し出し、祭司に食べさせる。コベベリュー千の祭り、男性は首狩りをする。首を持ち帰り、チャカーというカ屋で建てた、低い祠に安置し、首の持ち主だった者の魂が不運を持ちこないように、祭司は祈る。男性は一人ずつ、首に指で酒をつけ、かけ、タムユーと呼び。 首に敬意を表す。男性人は、囲んで弓を持ち、踊りながら、ミュージューラという戦果を報告する歌を歌う。現代はもちろん首狩りの慣習はない。代わりに、プラスチック製の首を使う。5日目パリアーやイリキ悪霊を追い払う、ヒーヤを四方にいる。女性は集会所のいろりから取り出した炭火の項幕。 男性は、弓で一軒ずつの家の入り口の柱や壁を叩いて、魔除けをする。六日目トクルルピ団体狩猟、男性は、皆で山に行き、漁をする。獲物のありなしを問わず早めに帰り、女性が用意した餅や酒などいただく。買った動物の頭はすべて遺写料として祭司に送り、肝臓は、聖なる貝の神様に捧げる。現代のミアツングスは、過疎化と気内化のため、 かなり簡略化されている。正解祭りで守るべき意味と規則1サーロア族の集会所は男性限定、女性禁制前にある祭場で正解祭りを行う。かやぶきの高床式建築で邪気笑いとして屋根に節穀を飾る最も神聖的な空間である。カラムシはお守りとして屋内にかけられる。教育や会議や外間迎えなどは ここの中で行う。二、儀式中、大騒ぎや無駄話、くしゃみ、放費の禁止。三、サーロア族は全員参加すべきである。欠席は禁じる。四、男性集会所のいろりにある火を消してはいけない。五、飼っている動物は祭場に入れない。六、身につけている帽子や衣装や飾り物などが地に落ちると命を失う。七、子供は勝手に祭場に入れない。 8. 聖海祭りの期間、魚を食用するのは禁止。仮に魚を食せば、蓄えた食料は川の流れのように流れて消えてしまう。サーロア族の伝統で居住しているエリアにある川は、種族集団によって管理されている。例えば、農家ーーという川は、トゥーママラキーゼス、レイプヤタナ、インガーナ、トゥーマラ,ララスンがこの4つの種族集団に管理され、一方、 日の絵祭契は、サラポアナ、サバンガナ、ム、ウアナこの三つの種族集団に管理される。漁獲祭は、アワの生育期間に、男性長老が各種族の男子たちを率いて管理される川で行う。まず、川淵で神様に酒、餅、豚肉を捧げ、感謝を表し、儀式をする。長老は青年たちに人生訓を説いた上で、魚取りの役割分担をする。 長老は、毒性がある植物である、魚富士を集めて、石で突き、汁を川に流す。やがて毒気で水中の魚が、次々と気を失うため、青年らは下流に集い、流れてきた魚を、森や網で捕らえる。長老は、食わず芋の葉を皿として取った魚を置き、各種族に、同僚で配る。最後に、葛藤という植物を突き潰し、その汁を、 下毒剤として川に流せば麻痺していた魚が蘇るという。漁獲祭について守らなければいけない意味と規則1。1. 儀式中、くしゃみと放費の禁止。2. 虚具は一切屋内に持ち込んではならない。3. 漁獲祭で取った魚は屋内で料理して食べてはならない。必ず屋外で料理して食べる。4. 漁獲祭で取って帰った魚。